私は今牧場部の協賛テントにお邪魔しております。今月7月28日に、東京競馬場で開催される牧場で働こうフェア、in 東京競馬場という、イベントが行われますので、そのことについて、本日は事務局の 岡野さんにどんなフェアなのかインタビューしてみたいと思います。岡野さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このまずですね、こちらのテントの方にも書いてある牧場部っていうのは一体何なんだろう。ですね、はい、実は、全国に今1000の牧場があるんですけれど、はい、なかなか少子化の影響もありまして、人手がなかなか集まらないということがずっと前から言われてまして、はい、ですから若い人たちに、サラブレッドを作る牧場の仕事というのをまず紹介しようと、それで牧場部というサイトを作りまして、はい、で実際に牧場で働いているマネージャーの方、社長さんの方ですね、はい、実際に東京の方で、会っていただいて、はい、でお話を聞いてもらって、もし、牧場で働きたい、働いてみようという人はぜひ、まあ、北海道なり、周辺の牧場に行って働いてもらおうという企画です、はい、で、まあ、分かりやすく言えば、はい、サラブレッドを作る牧場の就職フェア、はい、農業の就職フェアとか林業の就職フェアとか、そういったことの業界挙げての就職フェアということで、まあ、この国で初めての取り組みになります。あ、なるほど。ということは対象としては、そう、就職活動をしている人ということになりますか ね。基本的にはですね、高校生、はい、3年生ですか、来年卒業される方、はい、あと大学生も来年卒業される方、あとは転職希望されている方、はい、専門学校の方、職を探している方 を、を対象としております。ただ、はい、対象以外の方でも、例えば中学生の方、高校生の1年生の方、はい、2年生の方でも、まあ、将来牧場で働いてみたいなと思われる方であれば、どなたでも東京競馬場の方に参加できるようになっています。あ、そうなんですか。じゃあ全く今までこう馬に乗ったことないとか、こう触れたことがないけど興味があって、今1年生2年生でそういうことを考えてるっていう人も来ても、全く問題ありません。で、今回はですね、いろいろな、まず牧場、大牧場、今このセレクトセールやっております副会長であります、はい、吉田テリア、はい、代表の講演、あと大手牧場のマネージャーの講演、その他に実際に馬に触れてもらおうということで体験乗馬とか、その馬の作業の紹介とかですね、蹄鉄を打ってるシーンとか、そういった実際の馬に、携わる仕事を実際紹介します。それで全く馬に乗ったことない方はですね、はい、実は日高の方に2カ所研修、制度がありまして、はい、浦川に BTC という、センターがありまして、はい、そちらで毎年20名の方が、はい、研修を1年間ですね、はい、まあ、有料なんですけれど、はい、まあ、50万円ちょっとということで非常に格安の、研修コースがあります。で、静内の方は、JBBA の、研修制度がありまして、そちらは12名で、そちらも、まあ、1年間ということで、幅広く、まあ、馬に乗るだけじゃなくて、はい、牧場で働く基本的なことは全てそこで習得できると。あ、ですから全く初めての方はそちらの研修に行っていただいてから、はい、牧場で働く。で、その卒業しますと今のところ就職率は 100% で、大手の牧場の方もですね、はい、やはりそういったところで研修していただくと、はい、非常に即戦力になると。あ、即戦力、はい、そうですよね、1年間ですもんね。なるほど。牧場で働こうフェアっていうフェアの中でそういったこともやっているという。牧場で働こうフェアの中では実際にその就職活動すると各企業がブースを出しますよね、はい、で各牧場さんが、今17牧場予定されてますが、はい、ブースを出してそこでコミュニケーションを取ることも可能ですし、はい、まあ、BTC、JBBA の研修の、教官も実際そこにおりますので、どういう研修をやるのか、北海道で、1年間研修受けて大丈夫なんだろうかと、いろんな不安とか、相談に乗れますので、ぜひ参加していただきたいと思います。なるほど。じゃあもう本当にこれからちょっと考えてみようかなっていう人から、もう本当にもう来年には働きたいっていう人まで幅広く来ていただけると、あらゆるニーズに応えられるようにプログラムを送る。なるほど、はい、ありがとうございます。
皆さん7月28日ぜひね、東京競馬場で、行われます牧場で働こうフェア in 東京競馬場にぜひお越しください。岡野さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。